マレーニシクイガメは、イシガメかニシクイガメ属に分類されるカメ。大西部、マレーシア最大高長20センチメートルほど。オスよりもメスの方が大型になる。廃坑には3体の筋状の盛り上がりがあり、特に C カンパンのキールは発達する。円カンパンの外縁には白や黄色、炭鉱色の反紋が入る。廃校の色彩には変異があり、赤褐色、暗褐色。 黒塔がある。頭部は大型で、貝類を噛み砕くのに適している。種商名マクロセフラは大きな塔の胃。頭部は黒く、2から3本の黄色や炭鉱色の縦縞が入る。上から2本目の分炭から眼下部を通り側頭部へ伸びる縦縞が目より前方でも太く、また上から1本目の目上部を通る筋模様と、分炭では繋がらない。 尾光より下にある短い縦島が2から4本。本種は西食い亀のシノニムとされていたが、2004年に再び分割された。低質が泥で、水生植物の繁茂する、流れの緩やかな河川、地層、水田に生息する。水底を徘徊するようにして活動する。植生は雑食で、主に巻貝を食べるが、昆虫類、甲殻類等も食べる。 繁殖形態は男性でタイでは12億3月に1回に3から6個の卵を産む。飼育下では年に2回卵を産んだ記録がある。生息地では食用とされることもある。開発による生息地の破壊や水質汚染、食用の乱獲等により生息数は減少している。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。主に 西食いガメとして販売されていたのは本種とされる。2004年に西食いガメとしてワシントン条約付属書通に掲載されてから流通は激減した。以前は野生個体の生態が流通し、輸送状態の悪さや貝類しか食べなかったことから飼育は非常に難しい種とされた。近年は繁殖個体が流通し、こちらは 人工飼料等にもえずくことから飼育は以前よりは優しくなった。本種は神経質でさらに水底を徘徊し、動きの遅い貝類を噛み砕いて食べる。そのため複数飼育すると他のカメに餌を取られたり、他の個体に噛み付くことがあるので、基本的には単独飼育となる。ありがとうございます。